はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第261回でございます。深夜に撮影してるんですが、どうしてもお腹が空いてね、じゃがりこを食べてしまって自己嫌悪です。はい。で、今週のテーマはアンチコメントの対処法ということでですね、であと、まあ、気にしない力っていうのと、でも気にしちゃうのっていう、これね、なんで脳を書いちゃったんでしょうね。気にしちゃうって切ろうと思ったのに、切ろうって思って書いてんのに、のって書いちゃって、まあいいかと思ってね、ちょっとなんか気にしちゃうのみたいになっちゃったんだけど、まあ気にせず言って、はい。で、今週はちょっとアンチコメントについて、まあ考察するじゃないけどね、考えていこうかと思います。まあ皆さんもね、実生活で、まあ家族にしても、まあ学校が多いかな。学校にしても嫌なこと言われたりとか、っていうこともあると思いますので、まあそんな時に、なんかズーンって凹んじゃうじゃないですか。やっぱり嫌なことって言われたら気にすると思うからね。まあその辺についてちょっとでも考えるきっかけというか、なんかこう、何?活かせるものがあれば嬉しいなと思いますけど、まあ自分のことをね、ちょっと話していきます。で、まあ昔から当然ね、まあ YouTube やってれば、まあ YouTube やってればというか、まあ普通に他の仕事でもあるとは思うんですけど、まあ自分を否定されるような言葉にさらされることが多いのが、やっぱ YouTuber というか、こういうね、まあ、顔出しもしてるしね、まあ世界だとは思うんですけど、で、ここ数ヶ月、まあ今年入ってからですね、まあチャンネル登録者の数が結構多くなって、見てもらえる方の数も増えたんですよ。こう結構一本の動画をポンって投稿した時に、なんだろう、再生される数っていうのはあんまり変わってないんですけど、こうやっぱり見てくれてるユーザーの方の数が増えたので、累計一日累計で見てもらえる数っていうのは結構本当に去年に比べると変わってきてて、やっぱりその多くの方ね、の目に触れてもらえるようになったからこそ、そういうふうに今否定されるというか、バカにされるとか、いろいろね、いろんなことがあるわけです。で、まあ6年以上やっているので、この YouTube の活動も、最初の頃は死ねとか、キモいとか、うざいとか、っていうのは、まあ、それだけでも凹んでたんです。当然ね、うわー、みたいな。で、そんなコメント多くないのに、うわー、今日死ねって言われた、とかってね、気にしてたんですけど、まあ、そこに関しては、まあ、これはですね、他の YouTuber さんが昔なんか動画で言ってたのかな?そう、そのね、YouTube で死ねとか、キモいとかは挨拶と同じだよ、みたいな。死ねはこんにちはと同じみたいな。そういうなんか脳内変換をしてるみたいなことを聞いて、それを結構練習したんですよ。そう、自分もそう思おうと思って。で、もちろん今でも、死ねとかキモいとか言われた時に、まあ気にしちゃう時もある。その時の自分の調子とかさ、その言葉を受けても全然跳ね返せるぐらいのエネルギーがあればいいんだけど、そんな特に落ち込んでる時にそういうの見てしまったりすると、やっぱ受けちゃうんだよね。まともに。だから、まあ、毎回うまくいってるわけではないんだけど、結構それはやるようにしてて、そう、死ねって書いてあったら、あ、こんにちはみたいな。そうそうそう。で、やってて、まあ、それはね、割と克服したんです。じゃあ、今度どういう問題が出てきたかっていうと、まあ、どっちかっていうと、その自分がやってることに対する批判とか、っていうこともやっぱ、結構具体的な批判が多くなってきたんですね。まあ、教育論がね、で、ぶつけられたりとかすることもあって、まあ、教育論に関しては、こっちも、やっぱりね、その、こだわりのある教育論があるので、まあ、もちろんそこは、ぶつかってしまうところもあるし、ただ、まあ、例えばアンチコメントっていうか、自分の場合は、本当にアンチというか、その、配置っていうか、まあ、自分自身を、バカにするというか、否定するためにコメントしてる方もいらっしゃるんだけど、どっちかというと、その、まあ自分のことを思ってるかどうかはまた置いといてだけど、意見を言いたいみたいな。そうそうそう。アンチのそのバカにしたいわけじゃなくて意見を言いたいと。お前のやってることおかしくねみたいな。そう。お前の考え方おかしくねえかみたいな感じで、結構そういうのでぶつかってこられた時は、まあ、もちろんね、毎回とはいかないんだけど、まあ、ある程度考えなきゃなと。考えるきっかけにしなきゃなとは思ってるのね。うん。もちろん自分自身の考えが絶対正しいってわけではないと思うし、そういったところから学んだりとか考える、自分が何かを物事について考えるきっかけになるのは間違いない。それは本当なので、それはするようにはしてる。そう。だからそういう風にして、それを前向きに捉えることによって自分に生かすと。だ、このコメント、こういうこと言われちゃったけど、この言われたことも自分のプラスの糧になったんだったらいいんじゃねっていう風に正当化できると、かなりね、処理ができる。対処法としては自分の中でね。でも最近、
まあ、毎回毎回見れないけど、こう、たまに見たコメントとか、生放送とかもそうなんだけど、やっぱり、こう、最近もあって、で、この前は、なんだっけ、お前の自分語りとか付き合ってる暇ねえから、みたいな。いいから勉強だけ教えてよ、雑魚、みたいなこと書いてあって。雑魚は余計じゃねえかとか思ったけど、まあでも、じゃそれをどう考えるかっていうね。まあ確かにね、その、動画でね、自分のこと、自分が悩んでますみたいなも結構撮るようにはしてるんですよ。まあ一長一短あると思ってんだけど、これに関してはね、微妙なとこもあるとは思ってるんだけど、でも、やっぱりね、悩みながらでも、こう、悩んでる姿とかっていうのもある程度、見せて、でも立ち止まらずに頑張っていこうぜっていうのを姿では見せたいなっていうのはね、やっぱ願望としてずっとあるんですよね。で、1年目とかさ、2年目とか YouTube 貼って、まあ、ほんと10万人いってない時、3万人とかでやっと3万いったぜとかって言ってた頃ね、本当に。あの頃とかだったら、まあ、見てくれてる方も少ないし、割と結構自由奔放に何も考えずにって言ったらあれだけど、こう、この動画上げたらまずいかなとかさ、これ話したらまずいかなとか、あまり気にせず、ボンボンボンやってたんですよね。そう。でも、そんなことね、それが、例えば、その当時に、まあ、トップ YouTuber って言われる方たちが、まだ今ね、何百万で、その、500万、600万とかじゃなくて、100万いきましたとかって言ったら時期なんだけど、そういったこう悩みとかをこう話す、なんかネット記事とかさ、YouTube の動画とかもあって見てて、ああ、そうか、そういう悩みをいつか持つんだなって、その動画を撮るにあたってもさ、って。昔は、その方たちも言ってた。昔は、ほんと好きに何でもできたんだけど、やっぱり影響力が出てきたとか、そういうことがあって、好き勝手はできないみたいな。ああ、そっか、でも俺、多分、そうなって、まあ、その人数までいけると当時はあんま思ってなかったけど、まあ、何十万とかって言っても、あんま変わんない気がするなって。今と同じスタンスでやっていきたいなとかって思ってたんだよね。実際こう今、この前47万ね、行かせてもらいましたけど、同じ悩みだね。同じ悩みっつうか。なんかね、いろいろ気にしてる。気にせずやりたいなって思ってるけど、多分どっかでビビってるんだよね。好き勝手やるっていうだけじゃダメだよね、と。ただ、その葛藤で、好き勝手やるっていう、やりたい、好き勝手やりたいっていうか、まあ、気にせず、例えば悩んでる姿を投稿するとかもそうだし、例えば昔いじめとかさ、自殺とかそういう話も結構テーマで上げるんだよ、ダラダラ中で。撮ってるんだけど、で、また撮る、これは。これは、だから最近撮ってなかったのは、そういったところに触れると、まあ、いろいろこう、あるんですよ。と、あるから、それにビビってたんだよね。でも、例えば、じゃ、例えばだけど、何かの動画を上げましたと。まあ、別にあれだよ。その炎上するような動画とかじゃなくてね。その変なことやっちゃったとかじゃなくって、話すテーマとかそういうこととの、ことの観点だけど、例えばそれで、まあ、登録者が減るとか、こう、見てくれる方が減るとか。で、やっぱり、まあ、教育って言ってもさ、まあ、YouTube である限りは、なんて言うんだろうな。信頼とか人気がなくなったら、どんどん廃れていく一方だとは思うの。まあ、踏ん張り聞いてね、こう方向転換したら変わるかもしれんけど。だからそこにビビってるんだよね、正直。でもそのビビってる自分に嫌なんだよね。この葛藤ね。そうそうそう。それはずっとこう、まあ、つきまとってて。でも、そうそうそう。まあ、いろいろ考えながらなんだけど、それでも、こう、言わずに終わるとかさ、やらずに終わるっていうのはやっぱ嫌だなって思ってて。まあ、持病があるというか、まあ、病気がね、ちょっと持ってるもんで、なんつうかな。結構、やる気がない時とか、なんか落ち込んでる時に結構考えるようにしてるのは、お前と俺ね、自分自身ね、お前、明日死んじまったらどうすんの？後悔しないの？みたいなことを考えるようにはしてるの。まあ、結構これ苦しい、自分を追い込んでしまう時もあるんだけど、だから、できる限り後悔ないように一日過ごしなよ。そう。別に一生懸命頑張るとは言わねえよって、自分自身にね。頑張っては言わねえけど、なんか、やらないで後悔するのってもったいなくない？みたいなことをよく自分に問いかけてる。そう。だから、この前の動画ともそうだね。そう。ただまあ、そういうコメントがあって、まあそうだよな、とかっては思うんだけど、でも、そうね。まあ、対処法の話だってちょっとずれちゃったけどさ。話がずれちゃったけど、
まあそんなことを考えながらやってますね。で、まあちょっと反省したのは、やっぱりこうそういうああいう話っていうのは顔出しで喋るんじゃなくてダラダラジオで喋ったらいいんだろうなとは思ってる。ダラダラジオをそういう場所にしたらいいのかなと。今もこうやって喋っちゃってるでしょ、普通に。これも自分語りじゃん。結局自分のこと、俺自身のことを話してて、みんなにそれを聞いてもらってる形だからさ。じゃあみんな聞いて有益かって言ったら、まあそう感じない方もいるわけ。まあ顔出しについては、そういう、まあ勉強法とかさ、見てよかったみたいな感じで思ってもらえる。何かしらの技をゲットしたとか、情報をゲットしたみたいな感じになるといいのかなとは思うんだけど。まあそんなも試行錯誤ですね。はい。でまあちょっとアンチコメントのその対処法の感謝なんだけど、気にしない力って、まあ、鈍感力って昔ちょっと結構前に本で流行ったんですよ。あって。自分その読んだんですけど、すごく大事だと思うの。鈍感力っていうか、まあ、気にしないっていろいろとね。やっぱ気にしいの方もいると思うので、俺もそうですけど、例えば友達なんか言われたとしても、別にいいじゃんって思えるかどうか。こうクラスで省かれたとしても別によくねっつって。そう。これさ、ダラダラで撮ってる前にちょっとキャスやってて、さっき。ツイキャスやってて。そこでもちょっと話したんだけど、こう省かれてたとしても、いやあんたらに別に省かれてもどうも思わないしみたいな。そうだって好きな人ね、例えば自分が一緒にいたいなって思う、まあ、そのまま友達としてか、まあ、異性としてか分かんないけど、好きな人に省かれたらショックだよ。そりゃ大好きな人に嫌われたらショックじゃん。そりゃでも別にどうもこうも思わない、ただのクラスメートみたいな人に、まあ、省かれるのは悲しいよ。自分もいじめ受けてて悲しかったし、でも別によくねっつって、卒業したらもう縁切る、縁切ともうどうせ合わないしっていう感じに、まあそこまで極端に切らなくてもいいんだけど、でもそういうふうに考えていくのは大事なんじゃないかなとは思ってるんですよ。うん。でもそのアンチコメントに関しても、そう別に向き合う必要はないとは思うのね。たださっきも言ったように、結構そう教育論だもしっかりだけど、こう自分にとって考えるきっかけだったりすることもあるので、その自分語りうっせえよって雑魚っていう、雑魚に関してはもうポイポイってしちゃうけどさ、受け取んないけど、でもまあそうだなと思って、じゃあそういうのをちゃんとダラダラでまとめた方がいいのかなとかね、まあいろいろ考えながらですけど、まあそんなこんなん思ってます。だからみんなに関しても、その学校とかになった時に、その学校ってコミュニティってさ、まあ中高だったら3年間はそこにいるじゃん。クラス替えがあったってもいるじゃん、その人は。その自分にああだこと言ってくるやつらいるわけよ。だから抜け出せないんだけど、もちろん転校とかできればね、変わってくると思うけど、まあ、なかなか難しいところがあるじゃん、そこに関しては。で、我慢して通ってる子もいるだろうしさ。だけど、受け取るものをちょっと選ぶというか、そこは、ちょっと意識してくれるといいなと思う。その下の部分に書いたように、気にしない力って、でも気にしちゃうのって、それね、ほんとそのままなんだよ。自分もそうだし、気にしないようにしようって思ってるけど、でも気にしちゃうんだよね。そう。だから、気にしちゃうのもしょうがないし。ね。気にしちゃってる自分を責める必要なんて絶対ないんだよ。気にしちゃって構わない。しょうがないんだって。しょうがないんだけど、全部が全部受け取っちゃダメだし、自分がよくやめてねって思うのは、例えば、はぶられたりとか嫌われてる時に、まあ悪口言われる時に、自分が悪いんだっていうところの答えに行き着かないでほしいの。自分が悪いって思うの楽なんだよ。楽って言ったらごめんね。ちょっと、語弊があるけど、でも、そこに落としちゃうと、自分が悪いってことで納得しやすいんだよね。誰からも、誰のことも責めないから。でも、誰かを責めようと思った時に、あいつが悪いって責めようと思っても、でも、自分が悪いんじゃないかなとかって、いろんなことが思い浮かんじゃうんだよ。でも、自分が悪いってね、誰もそれに関して何も言わないから、納得できちゃうんだけど、そうすると自己否定の積み重ねになっちゃうんだよね。だから自分なんて生きてる価値がないとか、いう風になっちゃうでしょ。俺がそうだったからさ。やっぱりそれって違うんだよね。だって客観的には見てたらさ、話とか聞いてたりとか、まあ塾の時もそうだけど、いやどう見て俺の生徒悪くないしと思うもん。いや周りが悪いよって、お前悪くないしみたいな風に思うことが多かったからね。まあみんなもこうネット上の関係だから、なかなかね、その詳細まではわからないんだけど、あまり自分を責めすぎずにいてくれたら嬉しいなと思います。まあ責めちゃうと思うけど、でもね、そう、攻めすぎないようにしようって言ってたやつがいたなっていうのはちょっと覚えててほしいですね。はい。あれ対処法ずれたけどね。ずれたし、めっちゃ話しちゃったけど。長くなっちゃってない。申し訳ない。はい、という感じでございます。はい。ちょっとまた自分語りになりましたけど。まあでもまあ、さっきね、ああやって住み分けをしようと。ダラダラジオはこういう場所で、顔出しの時はこういうこと話そうみたいなの言ったけど、でもまあね、それがずっとこう、
徹底できるかって言ったら、あんまり自信はないんでね。また自分語りしてるよみたいなことあるかもしんないけど、でもそれでも、そっから何かしらのものを、プラスのこのものを感じてくれる人がいるから、100人いて100人がダメとか、もういらねえよこんな動画って思ったらもうやめるけど、そう。それが1人でも2人でも数人でもいてくれるんだったらさ、あのプラスの方にね、受け取ってくれるんだったら、やる価値はあるかなと思いますんで。まあ、自分らしくですね。自分らしく後悔のないように、この、YouTuber としてもそうですし、この人生もそうですけど、生きていこうと思います。っていう、謎宣言で終わったわ。はい。ではでは、ちょっと、ですね、明日か。明日ちょっと家に、Google のね、方が来るんですよ。ちょっと取材で、家で部屋片付けなきゃなんですけど。だったりとか、で、再来週はあれですね、東京と大阪でイベントがあったりとか、まあ、ちょっと何人か、行きますって言ってくれた方いらっしゃったんでね、ぜひ会場でお話できるのを楽しみにしてますんで、気をつけてお越しください。はい、ということで、ちょっと動画投稿がね、この2週間、若干、亀さん気味になるかもしれないですけど、まあ、よかったらまたね、次回の方も、ダラダラジオはね、また来週撮りますんで、よかったらそちらも聞いてみてください。では、長くなりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃ、またね。バイバイ。